L.A. インゲイフィストは最新の日本映画に特化し、ハリウッド映画産業の本拠地である、米国ロサンゼルスで開催されている、ジャパンフィルムソサイティ主催の映画祭である。主催は、ロサンゼルスの NPO 法人、ジャパンフィルムソサイティ。上映される映画の選定基準は、一般アメリカ人に訴求するかどうかであり、アメリカ人をターゲットとしている映画祭である。 ルローニケンシンの北米プレミア、ルローニケンシン京都大化編の米国プレミア、ルパン三世のインターナショナルプレミア、許されざるものの米国プレミア、ミロクローゼのワールドプレミア等、数々のプレミア上映を行ったり、監督やキャストを招聘して、質疑応答を行う等、米国人に劇場で最新の日本映画を楽しむ場を設けている。他にも、ショートフィルムのコンペである、 ゴールデンジパングアワードを開催し、日本の若手フィルムメーカーの作品をアメリカ人観客や業界関係者に見せる機会を作ったり、日本の映画業界とハリウッド業界についてのビジネスパネルを毎年開催している。過去のパネリストには、プロデューサーのロイリー、映画監督のダグリーマン等が参加している。映画祭は、ジャパンフィルムソサエティ会長の三石隼人により2011年に、 創設され、第一回目となる2011年は11月11日から3日間、ロサンゼルスのハリウッドで開催され、上映会場は、ハリウッドのグローマンズチャイニーズシアターとなった。翌年2012年から2014年にかけては、同じくハリウッドにある、グローマンズエジプシャンシアターにて開催され、2015年は9月25日から3日間、会場を、 ダウンタウン内の LA ライブに移して開催された。過去の映画祭ゲストには、俳優の山田孝之、渡辺健、黒木明衣青木須幸、桃井香り、ジョージタケ監督の大友博石橋義政、蜷川美香、オリバーストーン、李承美等が参加している。ありがとうございます。